皆さんこんにちは。めいちゃんカフェの時間がやってまいりました。今日ご紹介する商品は大物になります。こちらです。トミカ峠山道ドライブです。少し早いクリスマスプレゼントをじいじとばあばにいただきました。はい、それでは組み立ててみました。結構大きいですよね。まずこちらとこちらに電動のスロープが2箇所ついています。この通り坂を上がって峠の頂上まで行きますと、そこから坂を下って勢いよく車が走り降りていきます。そして再びまたここの電動スロープを登ってトミカが自動的に峠の山の上までたどり着く、そういう構造になっていますね。そして峠の頂上には3台分の駐車場、そして峠の下のサービスエリアにもこちら3台分のトミカの駐車場があります。こちら道路の方向も切り替え可能になっています。ですのでこのように道路の方向を切り替えてトミカを駐車場に入れることもできます。またこちらも切り替えが可能になっていますので、方向をこちらの向きにすると走ってきたトミカがこのように出口から出ていきます。それでは家にあるトミカをたくさん使ってトミカ峠山道ドライブを動かしてみたいと思います。こういった通常のですね、セダンタイプのトミカに関しては問題なく峠を登ったり降りたりすることができるんですが、こういったタイプのトミカですね、セダンよりも車高が高くて若干バランスが悪いもの、こちらはですね、時々峠から転落したり横転して引っかかったりしたりっていうことがあります。ただまあ走らないことはないので、いろいろと試して走らせて確認していただくことをお勧めします。あとはこちらのですね、ドリームトミカのトーマスバス、こちらも走らせてみましたが、途中まで問題なく走りました。ただやはりこちらも車高が高いので、何回かに1回は横転してしまったり峠から落下してしまうこともありました。あとはですね、テコロジートミカですね、要は手で動かすとパトライトが光って遊べるというものですけれども、こちらですね、この車輪の部分に発電の機構が組み込まれてまして、走りは若干悪いですね。ですので単独でこれを走らせることは途中で止まってしまってできないんですが、このようにですね、複数で走らせてますと後ろから車が押してくれるので、問題なく峠を降りたり登ったりすることができます。はい、本日ご紹介いたしましたのはトミカ峠山道ドライブでした。こちらかなりうちの子ハマっております。おすすめです。それでは次回まためいちゃんカフェでお会いいたしましょう。